でですね、千尋が慌てて、お父さんお母さんって言って逃げて帰ろうとすると、父親と母親はいつの間にかですね、神様のお供え物を食べた罰で,ですね、もう豚になってるわけですね。さらにですね、暗くなった街にはですね、えー、黒い幽霊のようなものが現れます。まあ、この辺うまいですよね。えー、さっきまでのですね、誰もいなかった街にいつの間にか黒い柿がヌーっと地面から生えてきて、 不安そうに立っている千尋の周りで、その黒い影が動き回ると。で、千尋がもう両親を置いて逃げようとして、あの一番最初の階段をですね、降りていったらですね、その階段のところからもですね、黒い影がどん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 歩いてきてしまうわけですね。まあ、どん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 これ、ホラー映画になっていくわけです。しかしですね、あの、さっき登ってきた階段を降りたら、途中で水になっていることに気がつく。 でいつの間にかですね、あの、さっきくぐったトンネルですね、このトンネルは遥か向こうにあって、その向こうに街の明かりが見えていて、で、途中がですね、川というかもう海みたいになってですね、渡れなくなっているんですね、帰れなくなっている。この辺ですね、その、すごい絶望的だけど美しい風景です。で、宮崎駿はですね、こういう状況を見せるだけじゃないんですね。もう、あの、こんなの嘘だ嘘だ、消えろ消えろ消えてなくなれって言ってたらですね、自分の体が透明になっていくんですよ。 で自分の体が透明になっていって、その向こうにですね、すごい、もうあの、絢爛豪華な渡し船が現れてですね、そこから化け物みたいなものが陸上に上がってくるんですけども、それを見るシーンっていうのが自分の透けたて星なんですね。つまり、千尋はですね、今、は私の体が透けていて消えていってしまうと思って恐怖で手を見つめてると、その向こうにですね、光る船が現れるって言うですね。二つの状況ですね、その、 何が今起こっているのかということと、千尋の体に起こった変化っていうのをですね、同時にワンフレームで見せる、もうめちゃくちゃうまいカットですね。単に説明っぽいですね、カットにせずにですね、サスペンスとか次の展開がこう盛り込まれている、もう本当にここら辺のコンテは名人芸ですね。で、この船がですね、岸に着くと、中からですね、えー、神様がですね、降りてきますですね。神様もですね、神様って、 特にあの日本の神様ってあの見えないんですよ。姿がないんですね。なんであの秋田の生ハゲはですね、あんなお面かぶってみのをかぶってるのかというと、神様は本来目に見えない存在なので、その周りをみので覆ってお面をかぶして神様ということにすると。で、これはですね、そのニューギニアとかあっちの方でもですね、あの、 信じられている B とか P っていうものに近い、いわゆる精霊ですね。だからあの、千と千尋の神隠しの英語のタイトルがですね、スピリットアウェイになっている。スピリットっていうふうにやってるのは何かっていうと、神様というよりは精霊に近いものなんですね。で、その姿が見えなくて、お面しかないんですけど、ところがそれがですね、この千尋がいるですね、岸に上がってくると体がどん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 実体化して、どん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 本来見えてはいけないはずの神様の姿が、 見えるようになっていくんですね。えー、この世界というのはその神様の世界と人間がいる現実世界のちょうど狭間にあるところなんですね。えーで お化けがどん,どんどん上陸してくるんですけど、まあ、この時まだ千尋はですね、神様とわからないですね。えー、お化けだと思ってます。で、千尋は恐怖でうずくまって動けない。そこに白が、さっきの美少年がやってきて、この世界のものを食べさせてくれるんですね。この世界のものを何か食べないと消えてしまうということで、まあ、ようやっと透明になりかけていた体が元に戻ると。 で、えー、さっきの油絵のですね、隣にです、ね、脇に千尋を連れて行って、えー、ボイラー室にいるですね、かまにですね、会って仕事をさせてほしいと頼むんだと。仕事をし,しない者は、ゆえを支配しているユバーバという魔法使いにですね、動物に変えられてしまうというふうに言われます。ユバーバの謎です。あの、世間でね、ユバーバが誤解されているのがもう僕は残念すぎてですね、 あの、観客っていうのは、お客さんって基本的にね、セリフで判断するんですよ。セリフで、この人、いい人、悪い人って考える。だから、湯婆婆はえげつなくて、なんだろうこあ、残酷で、で、ゼニーバですね。あの、電車に乗って会いに行く湯婆婆のあの、お姉さんはですね、優しいっていうふうに考えちゃうんですね。それは、セリフだけ見てたら、まるで湯婆婆は、 えげつなくて、ゼニーバーいい人みたいに見えるんですよ。で、あの、ありがとうおばあちゃんって言って、千尋もですね、抱きついたりするもんだから、てっきりいい人だと思うんですけども、とんでもない、あの、ゼニーバーの方が100倍怖いよって話は、まあこれ、来週します。あの、後半の話になるのでですね。えー、ユバーバーの正体、あの、ユバーバーはですね、魔女です。つまり、もともとは人間なんですね。あの、顔がでかいし、あと鳥に変身するけども、まあまあ、それは魔法でありましてですね。えー、で、 油屋というですね、あの、銭湯でですね、あの、たくさんの部下たち、カエルとかですね、あと、ナメクジみたいな女の人とかですね、と、働かせてます。で、この湯婆婆ですね、油屋ですね、実はホワイト企業だというふうに言われてます。えー、ツイッターでもですね、 どんな人にも働く意欲があれば仕事を与え、新人に対しても優劣をつけず、手柄があればしっかり褒め、理不尽な客には上司として自ら撃退する、経営者として素晴らしい才能のある魔女っていうふうに言われてます。理不尽な客には上司として自ら撃退するっていうのがこれですね。えー、エコンテにもですね、あの、ドラゴンボールって書いてあるんですけれどもですね、<laughs> 顔なしにですね、カメハメハを発射するシーンなんですけども、まあ、この辺がですね、まあ、あのー、 千と千尋の遊び心なんですけども、あの、こういうギャグシーンってね、湯ーバ周りで結構多いんですよ。で、あの、いわば,ばこのカメハメハを放った後に全然効かなくてですね、顔なしからですね、あの、泥をかけられて全身泥まみれになるっていうギャグシーンなんですけども、お客さんはあんまり笑わないんですね。それはもうね、ホラーとして作って、この人が怖い人というふうに見えちゃうから、 面白くなりようがあんまりないんですよ。で、そこら辺を高畑伊佐夫が、あの、カリオストロの頃、カリオストロの城の頃に比べて、えー、千と千尋にはですね、いっぱい動きはあるんだけども、客は誰一人笑わなかったっていうふうに言ってですね、宮崎駿にすごい嫌味言うんですけども、<laughs> まあ、結構ギャグやってるわけですね。お、客様とて許せぬっていう名セリフを吐きながらこう。 <laughs> お客様とて許せんのっていうのがね、なかなかいいセリフだと思うんですけど。で、その他にですね、ツイッターでもですね、えー、住み込み環境は完全整備、制服と着替えを支給して食事あり、理由ある休みには,は全然ありで、仕事の開始、修行はですね、札をひっくり返すだけ、タイムカードみたいに修行を何分前にいるべきというルールはないと、修行、えー、中も一時抜けても怒られないし、従業員の起点による行動なら認めるというですね、完全なホワイト企業として書かれてます。<laughs> で、面白いのはですね、これあの、分数の関係でカットされたんですけども、かまと千尋ですね、あの、縁ガチを切るシーンのですね、セリフ、結構ね、長いセリフがあるんですこれね、あの、本編でカットされちゃったんですよね。で、この犯行は恐ろしいと。あの犯行は魔女の。 あの、奴隷のハンコだっていうふうにですね。そうすると千尋が、私もう奴隷かと思ってた。みんななんか奴隷労働させられると思ってたっていうとか爺が、えー、ふん、俺たちは劣気とした労働者だと。自分で決めてここで働いてるんだよ。フレアにいるのも出ていくのも自由さ。本当の名前を魔女には秘密にしてるからな。っていうふうに言います。つまりこの、 自由契約なんですね、実は。これね、もう本当にこのセリフがね、カットされちゃったのが残念なんですけども、実はそのユバーバって支配してるんではなくて、自由契約でみんなをですね、囲っていると。で、これがですね、まあユバーバのですね、美徳、いわゆる自分のはこういうふうにあらねばならないというプライドなんですけども、しかしですね、このユバーバにもですね、欠点があるんですね。え、人を好きになりすぎるんです。 実はね、湯葉はね、人情がありすぎて、人を好きになりすぎるのでですね、愛するものを手放せないんですね。例えば、 棒っていうですね、あの赤ちゃんの巨大なやつ、あれはね、わかりやすいんですよ。あれは出来合いしてるからだというふうにわかるんですけども、例えばその白にしてもですね、その千尋にしてもですね、実は割と気に入ってるんですね。セリフでは割とえげつないことを言うんですけども、ね、気に入ってるからですね、あの、例えばその千尋がですね、最後の方ですね、ゼニーバに会いに行くと、ゼニーバに会って謝っていくと言って、会いに行こうと、会いに行ったことを知ったらですね、すごい怒るんですね。 何って言って、千尋の両親をなんかもうあの,あの豚を食べさせ、食べ、食べさせろと、もう食べてしまえというふうに怒るんですけども、基本的に愛情が深すぎるからですね、一回気に入った人が自分の元を離れたらですね、すごい許せなくなるんですね。と同時に、白がですね、怪我したらもうそいつは役に立たないよ、捨てておしまいっていうのは、好きな理由はあるんだけども、それは役に立つからとか自分にいいことをしたからすごい気に入るわけですね。 でもその人が役に立たなくなってしまったり、自分の元を去ってしまったら、極端に憎んだり、極端にいらないっていうふうになってしまうんですよ。ユバーバってそういうすごいね、人間味が強すぎる人なんですよね。あの、顔がね、悪いんですけどもですね、<laughs> 憎めないっていうですね。だからあの、油屋で働いてるですね、カエルとか女の人っていうのは、元々何だったのかと、と元々カエルとかナメクジで人間になったっていう設定もあるし、えー、そうじゃなくて、 全員人間で、で、湯婆婆の、あの、ところで働けなくなったらカエルになっちゃうとか、ナメクジになっちゃうとか、そういう設定もあって、矛盾した設定が、こう、あるんですよね。で、宮崎さんもそれ聞かれるたびに、こう、ちょっとアニメーターに聞かれるたびに違うことを言うんでですね、実はこの設定って公式には統一されてないんですよ。で、一つ言えるのは何かというと、 カエルとかナメクジを使うということなんですね。で、カエルとかナメクジっていうのを昔日本ではですね、一つの呼び名でくくったんですよ。分類学上ですね、えー。日本古来の博物学でですね、本草学というのがあります。本当の本にですね、草、で学問の学で本草学というんですけども、本草学ではですね、人間と獣、で鳥、魚、こういうふうに分けるんですけども、人間、 えー、獣、鳥、魚以外のですね、すべての生き物をですね、あの、虫っていうふうに言うんですね。えー、ヘビも虫なんですよ、実はヘビ。だからあの、マムシって、ヘビでマムシっていうのがいるのは、なんでかというと、ヘビも虫に分類されるからですね。トカゲでもクモでもですね、昆虫以外、小さい動物ってのはすべて虫というジャンルになっています。 つまり、ユバーバっていうのはですね、何かっていうと、虫をめでる人、虫をめ,めでる姫様なんですね。つまりこれ、ナウシカなんですよ、ユバーバっていうのは。で、ナウシカでありながらですね、その仲間たちを対等に扱い、契約を重んじるわけですね。実は、ユバーバっていうのは、エボシ様なんですよ。ものけ姫のエボシ様が、暴君化しちゃった存在なんですね。もともとはナウシカっぽかった人が、周りと、 なんか戦ううちにですね、あの自分たちでルールを決めてそれを守らなければいけないと。で、全員に公平にやってるうちは良かったんですよ。若い頃は良かったんだけども、だん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 年を取って、その自分の中で、わ、若い頃は抑えていた、あの、情熱みたいなものが暴走しちゃって暴君になってしまった、そういう暴君になってしまったエボシ御前っていうのが、 実は湯婆婆なんですね。だから湯婆婆っていうのは多分、もっと前の、もう少し若い頃っていうのは、もうちょっと判断もしっかりしてるし、人情家でもあったと思うんですけども、なんか自分が好きになっちゃった人とか、自分が好きになってしまった財宝っていうのに囚われて、以前の人間味っていうのを失われていって、まあ嫌われたりですね、その恐れられていると。あの、ドーラバーさんの未来の姿であると同時にですね、これ何かっていうとね、おそらく、 宮崎駿から見た鈴木敏夫なんですね。宮崎駿自身かもわからないです。あの、二人ともですね、気に入った人を徹底的にひいして、で、自分から離れていった人にはすごく冷たくあしらうというので、まあ、有名なんですけれどもですね。えー、正義感が強くですね、ユバばあっていうのはですね、逆に面倒みが良くてですね、約束は守ると。でも、その代わり、周りの人をですね、つい好きになったり頼ったりしてしまって、信じられなくなってですね、で、一人になるのを怖がる。 と、まあ、どんどん暴君化していくですね。これがまあ、宮崎駿のですね、ヒロインの進化論だというふうに思います。えー、今日ね、もう45分。